はい。ということで本日はですね、なぜアシナスが炎上、そして批判を繰り返しているのに同じようなあ動画ばかり出すのか、えー。それについて説明したいと思います。はい。えー、僕はですね、最近ですとこちらの動画とかがあ炎上してるわけですけども、以前はこちらとかが炎上してるわけですけども、はい。なぜ平気で、えー、過ちを繰り返すのか。 はい。別にこれは僕にとっては過ちでも何でもなくてですね。えー、実はあの、こういう,う、なんだ、全部出すというか、普段の生活起こってるとことか、僕にとってすごくマイナスな部分を全部出して配信してるわけなんですけども。隠せばいいじゃないですか。普通に考えたら。批判されるんだから。うん。で、もっとキラキラしたイメージでやればいいじゃないですか。これはね、大きな理由がありまして、っていうのも、これは、在宅介護に、 え、すごく疲れてる方々のために僕はまず第一として配信してる意識がすごく強くてですね。え、一回とても落ち込んだ DM が来たんですけども、それは批判とかではなくて、え、DM じゃないか。ショート動画のコメントなんですけど、この人はどうしてこんなに優しくできるんだ。私はできない。死にたくなる。見てるだけで死にたくなるって、え、書いてあって。うん。 その時はね、すごいキラキラした内容ばかりをこうアップしてたんですね。うん。えー、おじいちゃん可愛いでしょう。おじいちゃんよく食べるでしょう。えー、だけ。おじいちゃん怒ったりとか、おじいちゃん注意したりだとか、おじいちゃん何かを促したりだとか、おじいちゃん説得したりだとか、そういうなんか批判、これ多分批判につながるだろうなとか、あ、これ多分世の中的に良くないことだろうなっていう全部カットしてたんですね。うん。見てください、そしたら。 うんこみたいな動画しかないじゃないですか、その、<laughs> 2、3年前。何の、ただなんかキラキラした。楽しいわけないじゃないですか、介護の生活が。うん。楽しくないよ、そんな。はい。楽しくないけども、楽しんでほしいじゃない。こっちは楽しくない部分もすごい多いけどお、おじいちゃんには楽しんでもらいたいし、おじいちゃんにはなんか、本当に、えー、100歳だからと言って、うん。 えー、若い頃頑張ったからといって年いってからねいい思いができないなんておかしいじゃないですか、うんえー、今年だからこそいい思いをしてほしいというか、うん、そうそうですよ100年目だからこそというか、うん、100年目が一番楽しかった人生にしてほしいじゃないですか、うん、だからこそ何かいろいろこう楽しんだりお寿司屋さん呼んだりね、えー、うどんを作ってみたりとか。 えー、お絵かきをしてみたりとかはするのはそういうことなんです。はい。いろんな方々を、とコラボしてるのもそういうことです。おじいちゃんにいろんな角度から、えー、楽しんでほしいし、あ、これが楽しいんだなって分かればあ、僕もそれをまた繰り返しおじいちゃんに、えー、提供することができると思ってますので、はい。のためにコラボもやってますし、えー、先ほども言った通り、批判、炎上が起きたとしても、繰り返しありのままあ、僕も機嫌が悪い時、多々あります。はい。 えー、あまり性格のいい人間ではありません。はい。貸す人間です。基本的には。おじいちゃんか、で、おじいちゃん使って金稼いでるわけですから。貸す人間です。はい。皆さんが見てる人は。はい。そうなんですけども。えー、はい。で、えー、批判してくる方々は、本当にムカつくし、居アリーなと思うし、えー、本当になんか、 あのー、どうでもいいんですけども、うんえー、やっぱね目につくとねイラッとしちゃうんでなるべくやめてほしいですが、えー、そういうやつらのねためにはあこの動画は存在してないというか、まあ、散々なんかコメント書いていただいても構いませんけどもすぐブロックするのではい、えー、二度と現れないでほしい、まあ、見る分にはいいですよあのコメントする意味がわからないので。 えー、すぐブロックさせていただきます。何か批判的なイメージがあれば。はい。で、これを言うとね、毎年言われるんですよ、毎回。あの、バカな奴らに。あの、いや、お前、どんだけ人の話聞かねえんだよ。プライド高すぎるだろ。うん。プライドは高いよ、そりゃ。一番おじいちゃんのそばで頑張ってるわけだし。ねえ。自分でもこんないっぱいチャンネルを大きくしてきてるわけですから。いろんなショート動画出して、いろんな動画出して、はい。いろんな編集をして、 やってるわけですからもちろん僕だけの力ではないですよ。はいうかもうほぼおじいちゃんの力を借りてるだけなんですけども,も、えー、少しは自分も褒めてもらいたいなという,う正直な意見がございますけども、えー、その在宅介護に関する方ではなく批判的な意見とかテンションが下がるようなコメントをしてくる人は必要ありません。はいえー、どっか行っっかかててくださいなんかかまってもらえるような 方のところに行ってくださいはいいっぱい批判していっぱい言い返してくるようなあところにぜひ行ってあげてください。あのー、千原誠じさんのところとかね、うん、いいんじゃないですかはい。僕はすぐブロックしちゃうので、はい、めんどくさいめんどくさいのですいません申し訳ないですけども。はい。はい、ということでね、えー、なぜ、えー、批判的炎上する動画を,をこうポンって出すのかというと。 お在宅介護の方々のために、えー、なるべくリアルな、うん、なるべくキラキラしてないような、うん、動画を出したいからあーです。はい。えー、今もね、だいぶ暑くなってきてね、えー、いろいろとをやることも多く、うん、ね、電気代もかかるし、お世話も大変だと思います。はい、えー。僕も大変です。はい、大変ですが、 ああ、諦めず、少しでも楽しみがあ見出せるようなあ日々を送っていただければと思います。まあ、それでもなかなか難しいというのであれば相談していただいても構いませんし、僕はもう行ける範囲で、えー、そういう方々との交流していますので、えー、ぜひご連絡、コメント等していただければと思います。はい。えー、以上でございますが、えー、告知でございます。えー、8月、 8月28日の水曜日12時からですね、学芸大学オーバーベルムハンバーガーというお店でですね、えー、在宅介護の方々に向けたトークライブを行います。はい。えー、またですね、11月30日土曜日、これ祝日、取れました。渋谷。 でやるんですけどもお、これもお昼の12時からですね、えー、大体2時間ぐらいのライブを予定しております。で、学芸大学の方は、あキャパが30人で、あと4人で、えー、締め切りさせていただきます。はい。あと4人で締め切りで、で11月30の方はもうちゃんとしたライブ、ライブハウスで、えー、100人規模、100人以上の規模でトークライブをやろうと思っております。 はいえー、どちらも5000円にするつもりでございますので11月、えー、30の方は配信も考えておりますので、はいえー、どうか開けといていただけると助かりますはいえーねあのこの動画はですねあの批判は何でも OK ですもうその在宅介護の方のためでも何でもない動画,動画だしあとまず喋ってるやつ誰なんだっていうね お急にオールバックにして、ひげ生やしてて、ね、うん誰だお前っていう動画なので、はい、何言っても構いません。はい、噛みすぎだろうとか、うん、尺稼ぎすぎだろうとか、何でもいいんですが、はい、えー、ああいうオープンな動画を出す、これだけは分かってほしい。ああいうオープンな動画を出すのは、 えー、在宅介護の方々の気持ちに寄り添って出してるということでございます。はい。キラキラしたものだけを発信するのは、あ餌ですね。はい。えー、ショート、<laughs> こんなこと言っていいものなのかわかんないですけど、えー、ショート動画とか、えー、お寿司屋さんを家に呼ぶとかっていうのは餌です。はい。えー、チャンネル登録者数を増やす餌でございます。はっきり言います。はい。どうでもいいです。 えーど、どうでもいいというか、なるべく僕は何回もライブ等で語ってますけども、在宅介護をされてる方、老老介護されてる方の無理心中を少しでも、一つでもなくしたいと思って活動してますので、えー、そういう方々の目の目に留まるように、えー、チャンネル登録者を増やしてる次第でございます。もう一つ理由があるとすれば、 チャンネル登録者が増えることによって、えー、出会える方々、あ職種の方も多く増えまして、えー、そういう方たちと触れ合うことによって、僕が祖父に対するパフォーマンスが上がると確信しておりますので、お水を飲ませるなんてまさにそうですね。コラボしてなかったら、こんなにお水飲ませるなんて意識もしてなかったので、うんはい、その2点でチャンネル登録者数が増えればいいかなと思ってるんで、はい、ほぼ餌です。 はい。え、餌です。はい。だいたい介護の方々が健やかで少しでも心が軽くなれば僕はそれで十分でございます。はい。以上でございます。長々喋ってしまい申し訳ございませんでした。またあ動画見ていただければ。ごめんなさい。また動画見ていただければと思います。失礼いたします。